自由民主党の宮島義美でございます。本日は、質問の機会をいただきまして、ありがとうございました。何卒、よろしくお願いいたします。最初に、地域医療構想の進捗状況について伺いたいと思うわけでございます。まあ、政府は、段階世代が全員が七十五歳以上になる。二〇二五年に向けて、効率的かつ質の高い医療提供体制の構築を進めるために、医療法や。 介護保険法など19の法律を取りまとめた地域における医療および介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律、医療・介護総合確保推進法と言っておりましたけれども、この一括法を平成26年6月の18日に参議院本会議で可決・成立したところでございますま。このの法律の中で 改正されました医療法第30条の4に、都道府県は医療計画の中で、地域医療構想を定めるとなっているわけでございます。昨年のです、ね、第192国会で、この厚生労働委員会で質問させていただきましたが、平成28年度中にです、ね、全都道府県で策定する見込みと。 当時の市政局長さんが答弁していただいておりました、まあ、その厚生労働省のホームページを拝見いたしますと、47都道府県で策定が完了したというようでございます。私の出身地で住所もある長野県においてもです、ね、現行の医療券を基本とした10のです、ね、構想区域が策定されております。そこでで質問でございますが 都道府県にごとにです、ね、策定されました地域医療構想を実現するために、地域医療構想調整会議が構想区域ごとにです、ね、設置されて、今年度から四半期に分けてです、ね、会議を開催し、関係者とあらゆる調整が進んでいると思います。この開催状況についてです、ね、厚生労働省は把握していると思いますが、 最近の状況について教えていただきたいということ、そして、えー、もう一つですね、わせてでございますが、医療法の改正により、一般病床、療養病床を有する病院・有症診療所、これについては、病床機能報告制度が義務づけられております。まあ、この情報がです、ね、この調整会議で議論の基本となると思うわけでございますが、 すべてのです、ね、医療機関から報告を得ているのでしょうか、2点についてお伺いいたします武田医江局長。お答えいたします。地域医療構想でございますけれども、この地域医療構想につきましては、昨年度末までにすべての都道府県で策定が完了しているところでございまして、現在はその達成に向け、地域の医療関係者等が参画する、 地域医療構想調整会議において議論を進めているところでございます。この地域医療構想調整会議でございますけれども、全国341の構想区域ごとに開催をされており、その開催状況につきまして、都道府県への調査結果によりますと、平成29年4月から9月末までに、250の構想区域において、延べ343回開催されているという状況にございます。 また、病床機能報告制度につきましても、ご質問がございました。平成28年10月に実施した病床機能報告につきましては、報告対象の1万4272の施設のうち、458の施設、若干でございますが、458の施設が未報告となっておりますので、これらの医療機関に対しては、都道府県におきまして、督促を行っているところでございます。 厚生労働省といたしましては、地域医療構想の達成に向けて、地域の議論が促進されるよう、都道府県の議論の進捗を把握しながら、適切な助言等を行ってまいりたいというふうに考えております宮島義文君。ありがとうございました、えーまあ。未報告のところがあるということでございますので、さらにこれはですね報告をいただかなければ、えー、討論にもならないんではないかと思うわけでございます。えー、ではこの えー、高層区域ごとの地域,地域医療構想をです、ねえー、実現していくためには、やっぱり関係するその医療機関、または市町村、えー、住民の皆さんの理解と協力が不可欠であるというふうに思っているところでございます。えー、地域医療構想を実現するために、えーまあ、その当該区域のです、ねえー、地域内の大病院、 まあ中核病院になるわけでしょうが、まあそういうところは公的病院が比較的地域においては多いというのは実情だと思います。そこの協力というのは不可欠でですね、その構想実現には非常にですね大きい要因があ要因であるというふうに思うわけでございます。地域医療法想策定をですね支援するために総務省の方からは自治体率の公立病院について新公立病院 改革ガイドラインに基づく、えー、新しい改革プランの策定を平成28年度中に策定するようにということが出ているわけでございます。また、平成29年の8月の4日にはです、ね、厚生労働省の異性局長通知で、えー、公的医療機関等における地域医療構想を踏まえた公的医療機関等2025年の策定を求めているところでございます。 まあそこでは救急とか災害など、政策医療を担うですね医療機関には9月の末までに、その他の医療機関は12月の末までにで、策定を求めているところでございます。えー、そこで、こうした公的医療機関等については、他の医療機関、民間のですねというのがございますが、 まあ、地域医療構想に向かった将来ビジョンを示すことが重要であろうというふうに思います。まあ、この2つの改革分、策定状況、そして策定されたそのプランに基づき、構想会議で,です、ね、具体的な病院名を上げたりです、ね、病床数を上げての議論が進んでいるのでしょうか武田磯江局長。 お答えいたします、えー、ただいまご指摘いただきましたように、この地域医療構想の達成に向けては、地域で集中的に検討を行い、医療機関ごとの対応方針を具体化していく、そしてそれを地域で話し合うということが大変重要になってまいります。このため、まずは公立病院に関しましては、平成27年に総務省が策定を要請した新公立病院改革プランについて、 また、公立病院以外の公的医療機関等に関しましては、あのただいまご指摘いただきましたように、本年8月に私ども厚生労働省の方から策定を要請した公的医療機関等2025プランについて、この2つのプランにつきまして、公立病院、公的病院がまあ率先して作成をいたしますので、これを年度内に集中的に地域医療法構想調整会議におきまして、 まあ地域の皆様方の間で議論していただくまあこういうことになっているところでございます。えー、私どもこの地域旅行総の、えー、進捗状況議論の状況につきましては都道府県を通じてはあの。 適宜把握をしているところでございますけれども、平成29年9月末、今年の9月末時点の状況につきまして、都道府県を通じて調査を行って把握したところでございますと、新公立病院改革プランにつきましては、策定対象の一般病院は825病院、そのうち策定を完了したのは787病院、そして、 ただ今ご質問いただきました地域医療構想調整会議で具体的な議論を開始したのは146病院となっていると承知をしております。また、その公的医療機関等2025プランにおきましては、策定対象814病院のうち、策定を完了したのが282病院、地域医療構想調整会議での議論を開始したのは23病院となっていると承知をしております。厚生労働省といたしましても、この地域医療構想の達成に向けまして、地域の 議論の進捗状況を把握しつつ、都道府県を通じてきめ細かな助言などを行ってまいりたいと考えております宮島義文君、はい。ありがとうございました。えー、今お聞きしますとです、ね、まだ、えーまあ、計画プランが出来上がってないところが多くございますね、まあ、これが出来上がってきて、調整会議で図られるとなると、まあ、進捗状況がまだこれからです、ね、見ないと分からないというところがあろうかと思います。 まああの第7次の医療計画の策定が、えー、その次にあるわけでございますので、是非ともですねこれをきちんと進められるようですね厚生労働省のお力を期待しているところでございます。また機会を見てその後の質問をさせていただきます。えー、今日はですね、えー、その次にあの。 旅館法一部改正に関する法律が今国会に上程されているわけでございます。まあ、審議はこれから進むと思いますけれども、その前段のところで少しお話をお聞きしたいと思うわけでございます。まあ、あの旅館の営業、ホテルの営業をです、ね、取り巻く現状でございますが、まあ、政府はです、ね、観光立国推進基本法に基づき、観光立国の実精に関する基本的な計画を見なし、平成29年今度から、 32年度ままでに新たな、えー、観光立国推進計画を決定しております、まあ、この計画では、国内の国内観光の拡大、充実に加え、国際観光をです、ね、充実するということを言っているわけでございます。訪、えー、日外国人の旅行者数、これも、ね、1800万人から4000万人と大幅に拡大するということを言っておりますし。 政府も急増,急増します、この訪日外国人に対する観光客のニーズや、ですね都市部での需要の宿泊需要の逼迫状況を対応するため、民泊のサービスを活用することが重要だということで、公衆衛生の確保、また地域のですね住民とのトラブルということも防止も含めたですね住宅宿,宿泊事業法がですね、 今年の6月の参議院法会において,て、可決・成立したと見ているところでございます。新しいです、ね、この新計画の基本法では、政府はです、ねまあ、総合的、また計画的にです、ねえー、講ずる施策として、えー観光に、観光の振興に関する寄与する人材育成とです、ね、宿泊業の生産性の向上と、 ととといいううここを図るということになっておりま,す、えー、まあ、これを実行あるものにするためにです、ね、今回、旅館法の一部改正が出ていると思います。えー、そこで厚生労働省にお聞きしたいことはです、ね、生活衛生関係営業の運営,及び運営の適正化および振興に関する法律というのがございまして、第2条にです、ね、規定される適用営業、 適用者における生活営業振興のための指針を作成に資するなど、生活衛生関係営業の健全な育成と将来の展望を明らかにするために基礎資料を得ることを目的とした生活衛生,あ生,活生,活衛生関係営業経営実態調査をおおむね5年ごとにめでに全業種に実施しているということでございます。 衛生行政の報告例を見ますと、えー、旅館数は平成21年には4万8966件、えー、7年後の平成28年には3万9489件と、大幅に減っているということ、ホテル数は、えー、逆にです、ね、平成21年は9688件、平成28年は1万100トンで1件ということで増えている。まあ、客 客室数も同様な傾向にあるわけでございます。まあ、こういう中ではです、ね、えー、まあ平成27年の2月の12日の厚生,省厚生労働省告示第24号の旅館業の振興指針においてもです、ね、規模の小さな旅館は廃業し、ホテルにおいては規模の大きなホテルが開業がそれぞれ多い傾向にあるというふうに言っているわけでございます。 もちろんですね、個人経営の旅館業においては、これで跡継ぎがいないだろうの調査結果も出ているわけでございますが、旅館の営業、ホテルの営業の経営実態、取り巻く環境についてです、ね、厚生労働省はどのように認識しているか、まずお伺いしたいと思います宇都宮生活衛生食品安全審議官。はい、お答えいたします。えー、旅館やホテル営営業の経営状況といたしましまては 平成24年の調査結果では、約4割の施設の売上が前年度と比較して5%以上減少しているなど、大変厳しい経営実態であると認識してございます。また、このような厳しい経営実態の背景として、施設や設備の老朽化に伴う改修経費の増加、従業員の確保の困難さや人件費の上昇、そして特に旅館につきましては、 稼働率は低い水準であり、地域格差も大きくなっていること、といった旅館やホテル営業を取り巻く現状があるのではないかと考えてございます。このため、厚生労働省としても旅館やホテルの経営実態を踏まえ、必要な業の振興の支援に努めてまいりたいと考えているところでございます。宮島義文君、えー、まあこの振興、これからですね、まあそうは言ってもこの旅館 業者に対する今後の振興の支援というのが課題かと思っているところでございます生活衛生関係営業の運営の適正化および振興に関する法律の第3条に基づいてです、ね、都道府県に設置された旅館業組合においては振興指針に基づく振興政策の策定それに基づくです、ね、実施がなされていますが 旅館業の振興指針においては、施設および、えー、設備の改善に関する事業の達成、これが良くない状況にあります。えー、自己評価で見ますと、達成がです、ね、6%となっているわけでございますが、一方、衛生水準やです、ね、技術、知識の普及という、まあ、研修会などをやっているものでございますが、これは35%と、断然違うわけでございます。まあ、こういうい中でですね 多くの営業者、経営基盤が脆弱な中小の営業者であることを考えますと、国をはじめです、ね、この都道府県の指導センター、また日本政策金融公庫の特別金利等の施策が必要かと思うわけでございます。国の振興支援のです、ね、現状についてです、ね、お聞きしたいと思います。 宇都宮審議官、はい、お答えいたします旅館やホテル営業者の業振興を支援するため、全国や都道府県の生活衛生営業指導センターにおきまして、経営、金融、労務管理等につきましての相談指導や講習会等を行っているところでございます。また、株式会社、日本政策金融公庫におきましては、高齢者、障害者が利用しやすい施設にするためのバリアフリー化、 施設の耐震診断や耐震改修、急増するインバウンドの受け入れに対応するための外国語表記の設備やスタッフの研修などに必要な資金等につきまして、定理の融資による支援を行うとともに、災害により被害を受けた営業者に対しまして、災害復旧に必要な資金についても、同様の支援を行っているところでございます。さらに国に国おきましても 全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会や、生活衛生営業指導センター等が行う事業への必要な経費補助のほか、旅館やホテルの施設への事業所税の減免等の税制措置等によりまして、必要な支援を行っているところでございます宮島良文君、えーまあ。さまざまな支援策を講じているというお話でございましたけれども。 えまあこの今回、観光立国ということで、閣議決定して進んでいる中で,で、在日外国人の旅行者について、特に4000万人という数字を出して、大幅な拡大となっているわけでございます、まあ、こういうようなことが宿泊の受け皿として、住宅やですね空き部屋を使えないか、マンションを使えないかということで、 えー、旅行者を一泊させる民泊法がですねできたわ、成立したというふうに思うわけでございますが、まあ、これ、実際、法律は、ですね、えー、この民泊法の住宅宿泊事業法については、主に国土交通省が所管で、えー、あるわけでございますが、まあ、旅館法は厚生労働省でございますね、まあ、この厚生労働省はまあこの経営実態と考える、踏まえてですね、 まあこれがどのような影響を与えてくるかということ、そしてこれをです、ね、お互いにこのきちんと補完して、経営が改善できるような方向に行くのなのかとか、そういうことに関して、どう考えているか、認識をお伺いしたいと思います宇都宮審議官、はい。お答えいたします。 先ほどお答え申しましたように、既存の旅館やホテルにつきましては、大変厳しい経営実態にございますが、プロとしてのおもてなしのサービスを提供する旅館等と、それから住宅の空きストックを活用するという新たな宿泊モデルである住宅宿泊事業とは、旅行者の多様な宿泊ニーズに対応するという観点から、共存しうるものと考えているところでございます。ただし そのためには、両者の間で公平な競争ができる環境を整備することが必要であるということでございます。このため、今回の旅館業法改正によりまして、民泊とのイコールフッティングを図る観点から、ホテル営業と旅館営業の種別の統合をした上で、最低客室数、寝具の種類、客室の境の種類など、各種規制につきまして、大幅な規制緩和を図ることとしているところでございます。 これによりまして、住宅宿泊事業との規制面での差が縮小されることになるため、共存のための環境が整備されることとなると考えているところでございます。 政府といたしましては、先生ご指摘のように、観光立国推進基本計画で、2020年の訪日外国人旅行者4000万人を掲げているところでございまして、訪日外国人旅行者の増加に伴う宿泊施設不足の早急な解消を図ることが必要とされているというところでございます。 今後ともホテルや旅館と民泊とがさまざまな面で公平で健全な競争ができるような環境を整えた上で、利用者のニーズに応じた適切なサービスを提供できるようにしていくことが重要と考えているところでございまして、関係省庁ともしっかり連携しながら制度を円滑に運営していきたいと考えているところでございます宮島良史君。 はい、ありがとうございました。あの民泊法がですね。審議された頃はですね。やはり地方のですね、えー、旅館業者はまあ、はっきり言ってですね、えー、稼働数も少ない。そんなこといらなくていいよ。という声が非常に多かったわけでございます。もちろんこれからですね。4000万人となると地方へも。 日外国人の方に言っていただけるということになりますが、そうなりますと、やっぱり整備は必要だとかいうことになりますので、まあ、指導とです、ね、やはりそれなりの財政的な援助、ね、またそういうような、いろんな政策を考えていただきたいというふうに思うわけでございます。えー、では、次に診療報酬に関しまして、少しお話をさせていただきたいと思います。 2年ごとに行われます診療報酬改定に向けた議論がですね現在進んでいるわけでございますが、これは中央社会保障保険医療協議会、中医協で,ですね議論を積み重ねるということでございますが、そういう状況にありますが、基本的になもので、今回、診療報酬の改定の基本指針は、社会保障審議会の医療部会と医療保険部会において、近日中にですね、 取りりままととめられるといいう,うに聞いております今回のです、ね、改定は、まあ、診療報酬と介護の同時改定ということでいうわけでございますし、先ほどからお話になっていますが、2025年に向けてです、ねえー、適切な医療と介護を送られる供給体制を作ることが重要だというのが背景にあるわけでございます。えー、今回の改定の基礎資料となるものでございますが、えー 平成29年11月8日に報告されました第21回の医療経済実態調査によりますと、損益率病院のですね、一般病院では当然、2025年度と比較しまして、非常に赤字が伸びているということでございます。まあ、その要因は先ほどからいろんなお話がございますように、人件費の、給与費など、人件費の上昇だと。 いうのは原因だと言われているわけでございますが確かにですね、えー、他産業と医療分野の賃金の伸び率の比較において医療分野では伸び率が低い状況にあるこれも報告されているところでございます、まあ、あの民間や,です、ね、公,的や公的の病院特に中小病院のです、ね、医療収益が減少するということで、まあ、身近なです、ね、本当に病院の 小規模病院の存在があ危ぶまれるんじゃないかと思うわけでございます、えーまあ、一般病院においてもです、ね、当然、えー、設備の投資が抑制されるという形もなっていくと思います、まあ、これはです、ねえー、こういう状況にあるわけでございますが、やはりその根底にあるものはです、ね、医療費については社会的な配慮がされてです、ね、消費税が非課税とされているというところにあろうかと思うわけでございます。 医療機関は病院の建物建設、医療費の購入、また購入時にです、ね、消費税を払っておるわけでございますが、仕入れ課税が発生しているということになるわけでございます。これは診療報酬時に相当分のです、ね、消費税相当分を加算するということで、今までやってきているわけでございますが、まあ、これがです、ね、結果的にはなかなか、 そうせずです、ね、現在の条件があるわけでございます。えー、まあ政府はです、ね、2019年のです、ね、消費税10%引き上げについてです、ね、この件につきましては、あまあ今後、いわゆる控除外対象外消費税の問題の抜本的な解決に向けてです、ね、考えるということになっておるわけでございますが、 現在、どのように考え、そしてどのように対処しようと考えているのか、お聞きしたいと思います。武田一局長ただいまあのご指摘をいただきましたとおり、これまで消費税の導入、それからその,その後の消費税の税率の引き上げに際しましては、医療機関の仕入れ費用負担を勘案いたしまして、それぞれの時点で、 適切な水準のの診療報酬の引上げにより対応を図ってきたところではございますただし、あの関係者の間からさまざまなご意見、ご要望、ご提案があるのもあのまた承知をしております、えー。この消費税の問題への解決に向けてということでございますけれども、昨年末に取りまとめられた与党税制改正大綱におきまして、医療にかかる消費税等の税制のあり方について、 消費税率が10%に引き上げられるまでに、抜本的な解決に向け、適切な措置を講ずることができるよう、実態の正確な把握を行いつつ、医療保険制度における手当の在り方の検討等と合わせて、関係者の意見、特に高額な設備投資にかかる負担が大きいとの指摘等も踏まえ、総合的に検討し、結論を得る。 ととされたところでございますえ現在、平成30年度、税制改正に向けた議論を進めており、引き続き関係者の議論の状況等も踏まえつつ、検討してまいりたいと考えております三重島良文君、はいえーまあ。税制のところで頑張って言えばいいということを言われたような気がするわけでございますが、えー、最後にです、ね、ちょっと時間もございませんので、大臣にお伺いしたいと思います。 午前中にです、ね、櫻井あの議員の方から質問がございましたが、その診療報酬改定でございます。えー、11月29日に取りまとめられましたあの財務省のです、ねえー、財政制度等審議会で、えー、平成30年度の予算編成に関する権威で、えーまあ、この本体部分を含め、えー、診療報酬マイナス改定がうたわ,われているわけでございます、えー。先ほどから申しますように、医療実態調査、 経済実態調査から見てですね、医療機関の経営の悪化というのはこれは明白ではございますまあ国民の医療を守ることはこれじゃできないんだと地域医療の確保もできないんだという声が大きくあるわけでございます大臣の所見をです所見と申しますか見解ですねそれとできれば決意まで含めてですねお伺いしたいと思いますよろしくお願いします加藤大臣あの11月29日 第には、今お話しあったのは、まさに財政制度等審議会における権威ということでありますので、別に財務省の考え方でもないということは、確か麻生大臣からもご答弁があったというふうに承知をしているところであります。いずれにしても、団塊の,の世代が75歳以上になる2025年に向けて、どういう医療体制をつくっていくのか、まさに質が高く効率的な医療体制を構築していく、意味においても大変重要な、 報酬改定だというふうに認識をしております先般の医療経済実態調査の結果では今お話がありましたように例えば平成26年度これは全体でありますけれどもマイ、ま、ナ、あ、ス3.1が28年度にはマイナス4.2になるという形で低下傾向を示しているということでありますあの改定率については今までも申し上げてまいりましたように医療機関の経営状況物価賃金の動向あるいは国民保険料負担等の国民負担のあり方 などょうの踏まえて、まて、あ、これから4、3編成過程の中で,です、ね、議論していくことになるわけでありますけれども、まあ、私の立場としては、今お話がありましたように、国民生活にとって大事な医療を守っていくということ、そして一人一人にとって必要なサービスが提供されるようにです、ね、必要な財源をしっかり確保していくと、こういう思いで取り組ままていいいたただきたいと思います宮島良文君、はいえー。大臣、ぜひ頑張ってください、皆さんを応援していると思いまますすよろししくお願いいたします以上で終わります。